にちは、演歌歌手小澤亜希子です。お元気ですか？食べ過ぎた、胃腸にもさっぱりとしたもの、まあもうすでにおせちで作ってらっしゃる方も多いかと思いますが、アッコ流ナマス作ってみたいと思います。もう簡単酢を使って簡単に手抜きで作ります。私のふるさと南信州の特産品です、飯田の一打書き、この干し書きを使って、入れていきたいと思います。メインというか、まあ、メインは大根と、ちょっとお雑煮で余っとった、金時人参をちょっと使っていきたいと思います。それにでもこの三つ缶さんですよ、簡単酢にお世話になって、ちょっと柚子を入れようかなと思ってます。あとはお塩ですね、お塩を入れて、やっていこうかなと思います。まあこれもね、はい、なんだかんだ言って初めて作るような感じなので、どうなることやら分かりませんが、クッキングスタートしていきたいと思います。大根は皮をちょっと厚めに剥いていった方が良さげなので、この白いところかな、ちょっと使っていこうかなと思います。厚めに剥いた方がいいらしいよいいらしい。またここは漬物とか、まあ、お味噌汁入れてもいいか、使っていきたいと思いますが、とりあえずね。でこの切り方もいろいろあるというか、まあやっぱり普通にこの千切りみたいな感じの方がね、まあ味が馴染むかなと思いますので、ちょっとはい、厚めに切ってみました。ざっくりちょっと皮をむいて、むかない方もいるかもしらんね、むかなくてもいいかもしれないですが、はい、ちょっとむいてみました。ちょっと切り方が、きれいに切るきれいに切る、なんていうの、まあ、四角気味にちょっとやってみますか。やったことないけど、よいしょ。なんていうの、綺麗な形でねやってもいいかもしれないです。でね、はい、まずはこのお大根を、とかちょっと今日はもう時短でいこうと思うので、本当に薄めに切っていこうかな。時短でいきますか。短冊切りにする方もおるらしい。この人参とのちょっと分量が大根の方がね多いかもしれないけど、まあいいや。よいしょ、じゃない、はい、ざっくりだはい、ちょっとこんな感じで、ちょっとこんな感じで切ってみました。で、ボウルに入れて、じゃあちょっと人参ね、人参もね、ちょっと長さ違ったか、まあいいや、はい揃える、だいたい長さ揃えましょうか、せっかくだから。なんとなく揃えてみよう。はい、このね、おめでたいお雑煮で使ってみました。初めて買ったよ、京野菜いいですか、この人参色がね本当に鮮やかです、とっても綺麗です。これもよ、後で飾り付けにしようか迷ったはい、適当ですがこんな感じで薄めに切ってみました。よいしょ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 、これを、はい、切ってみました。塩で揉んで和えます。はい、塩、これがね、この塩が大事らしいよまあ私の場合は適当だい、はい、この塩をちゃんと計算してやるのが大事らしいけど、そこをあえてしないっていうねチャレンジャーですからね。あ、お野菜のこの
人参、大根も香るのかな。とてもなんかふわっと香ってきました。でここで、はい、塩をもみもみと、はい、混ぜ込む、もみ込みます。そうすると、でちょっと置いとくと、どんどんこうお水が、水分が出てくると思うので、それを固く絞ります。あ、これだいぶ太いねまあ、いろんなのがあっていい、はいみんな違っていい、はい、ということで、ちょっとこれを置いておきますね。なじませます。一打書きを、私ね、あの一打書きをナマスには入れたことないのですが、美味しいか、この柿もね、そのままいただくのももちろんなんですけど、あのこうやってあの お料理にする、でまたこのまたね、ナマスに入れると、まあ美しい、宝石のようです。綺麗、もう綺麗もう手間暇かけてね、あの皆さんが、南信州の農家さんがね作っとるんだに、これこのままいただくのももちろんですけれどね、あのバターとかとね一緒にいただいてもいいんじゃない、つまみにもなるし、な、言えとる、つまみにもなるし、あのお茶受けだもんで、あの信州の方ではですね、普通に朝ごはんとね、お昼、あの夕飯もありますけれど、10時と3時がお茶の時間、おことに入って、野沢菜とかね、白菜の漬物食べて、お菓子を食べて、で、あのみかんもあったりするけれど、この干し柿があるっていうのがね、この干し柿もやっぱりちょっとですね、合わせる感じで細めに切りましょうかね。よいしょ。この干し柿ね、冷凍もできるんですよね、凍らんのな。はい、では切ってみた、綺麗なオレンジです。これを後でいいか、はいちょ、入れるタイミングが分かりません。じゃあ後でにするね。あのゆずさんはちょっと皮だけにしますかね。はい、で皮をちょっと上に添える感じにしてみたいと思います。では、時間はもうちょっと、本当は15分ぐらいかな、置いた方がいいと思いますが、置いた手でやります水がもうこれだけでもほらね、こんなに水が出てるので、見えますかね、こんなに水が出ているので、もうはい、時間がまあ経ったという感じでやってみよう。でもって、そうね、このお酢ね、砂糖でって、もう作んない、もう簡単っす。だってこれ一本で決まるから。はい、ピクルスもよく作っております。あの寿司飯作る時もこれにしちゃったりする。お皿、まあいいや、はい、ちょっとボウルに作ってみますね、入れてみますね。でそれをまた冷蔵庫で置いた方がいいんだけど、どうするかな置けよって話なんですね。はい、じゃあちょっと固く絞ってよね。皆さん、お餅を食べ過ぎましたか去年はお餅のピザとか作りましたね、余ったお餅でみたいな感じで。で、ここに、はい、一打書きを投入しましょう。わあ、また鮮やかな色味になりますよ。でもって、ここにこの簡単酢ですね、簡単酢を計量しないで入れる、はいはい、簡単酢を入れていきます。どのくらいかな、はい、適当です。さあ、ちょっとここで和えて、和えましょう。どういう大意味か分かりませんけれども、はい、ちょっと足しまして、はい、ここで落としラップをして、少し時間を置きたいと思います。よいしょ。
落としラップをしまして、ピタッとピタッとね、味が馴染むでしょう。ちょっと、またあの干し柿の香りもしています。では、少し冷蔵庫に置きたいと思います。時間が少し経ったということで、どんくらいかな、15分くらいかな本当は、半日だったりとかね、しばらく置いた方が良いそうです。あのこう甘酢というかもね、こう煮立ててね、ちゃんと作ったりとかした方がいろいろとよろしいんだと思いますが、あっこ流で超手抜きですいません。さあ、ちょっとしばし冷蔵庫で、はい、馴染ませて寝かせておきましたので、はい、取り出します。では、なんとなくなんとなく、はい、でも本当にちょっとの時間でもなんかしっとりしてる、だいぶしっとりしてきましたね。しっとりしてきましたよ。明日も楽しみっていうか、明日が楽しみまずは、はい、ちょっとこの今の段階で、よそってみたいと思います。この一打書き入りというところがね、あのポイントになるかなと思うんですけれども、よいしょ、人参もでも綺麗ですよ、こんな感じ、よいしょ、はい、よいしょ、ここに、はい、柚子をちょっと入れてみようかな。あの皮のところさっきうまく切れなかったんだけど、ちょっとね、はい、皮の部分を少し細く切りまして飾ってみようかなと思います。もう本当にもう、あ、香りがよろしくってよ。ちょっとね、一緒にこう中にね入れてしまう方もいるかと思いますが、ちょっと飾るタイプで行ってみたいと思います。はい、完成しました。あっこ流一打書き入りナマス完成、いただきたいと思います。なんか毎日がスペシャルな感じですけど、ありがとうございます。ではいただきたいと思いますよいしょ、まだ松のうちですもんね。あ、ちょっと待って、うまく、あ、はい、その喋ってると泡がうまくいきません。あ、ちょっとだいぶ失敗しました。でもいいんです。はい、74点ですが、2023年今年も美味しく、健康で、つまみを作っていきたいと思います。乾杯。本年もよろしくお願いします。どうでしょう、ちょっと柚子も一緒に、ちょっと柚子は後でにしますか。このまずはじゃあ、大根と人参の部からいってみますか。あ、うん、歯ごたえもいいですけど、でもしんなりしてて、あ、うんうん、そうね、確かにもうちょっと置いてもいいかもしれないですけど、だいぶ馴染んでるうんうん、さっぱりする、うん、この爽やかな甘みのこの蜜柑簡単酢。ではちょっと一打書きと一緒にいただいてみるね。あ、このうん、一打書きの柔らかさと甘みがこの甘酢の中でまたひときわさえ渡って、あの食感もいいですね。大根と人参のシャキシャキ感の中に一打書きの、しっとりした柔らかさが相まって、素晴らしいコラボレーション。うん、これは一打書きを入れた方が好きかも。ちょっと柚子も
柚子が入ってこれ倍増3倍ぐらいの美味しさになります。まあ、うん、美味しい。これはね、あのビールはもちろんですけどね、日本酒、あ、日本酒合いますわ、合いますわお正月に、いやこれは日本酒だね。焼酎もいいけどこれは日本酒でいただきたい感じです。ということで、新年早々あの簡単で適当で本当にすいません。あのこんな感じで、できるまでできる限りあのつまみをね作り続けていきたいなというふうに思っております。あの南信州ね、飯田のものもね、こうあの紹介しながらあっこ流で簡単に今年も作っていきたいと思います。もう今日のポイントはね、もう一打書きです。まああのね、まずはまあ手抜きしたっていうね、このいろいろ使える簡単さ、もう天才、もうこれを使いながら、あとはやっぱり一打書きですね。もう一打書きがもう本当に美味しい。もうこのままいただいても美味しいですけど、またこうやってあの甘酢の中にいらっしゃると、またこのひときわ存在感がもう素晴らしいですね。一打書き最高です。南信州の名産です、一打書き。食物繊維もたっぷりで体にもいいです。ということで、今回は適当にあっこ流で一打書き入りの紅白なますを作ってみました。あっこチャンネル、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、演歌歌手小澤あき子でした。また来週、バイバイ。